大仏駅は、かつて、奈良県添上郡、佐保村の関西鉄道線に存在した駅である。なお本記事では、関西鉄道の一部区間であった、大仏線についても解説する。関西鉄道による奈良駅への乗り入れに伴い開設された駅である。駅名は、東大寺にある大仏にちなんだものであり、関西鉄道が、 奈良駅と区別した上で観光アピールに用いるため、この名称をつけたと言われる。大仏駅は、東大寺の西方に1 8トル離れたところにあって、手買い門が主要な入り口であった。駅前広場には、東大寺に向かう多数の人力車が待機していたと伝えられている。なお開業時には、名古屋大仏館全通し山と巡りに便利なりという、 広告が市販の時刻表に掲載された。駅の諸設備は築堤上に置かれ、旅客ホーム一面一線、きまわり線、貨物ホーム一面一線という構成で、旅客ホームに到着する、発着線から、きまわり線を分岐する、分岐器は10番、きまわり線からさらに西側の貨物古希線へ分岐する、分岐器は8番を使用し、駅構内の奈良よりは、佐保川に接していた。 おさらぎ鉄道記念公園の桜おさらぎ鉄道記念公園大仏駅は現在の奈良市立佐保小学校が設けられている東側付近一条街道との交点に設けられていた駅跡の南端にあたる奈良市法連町にはおさらぎ鉄道記念公園が設けられており公園内に記念モニュメントがある経路編線図大仏線はかつて 関西鉄道の一部であった鴨大仏奈良館の通称で大仏鉄道と言われる場合もある。全国各地で鉄道の布設が進む中、奈良周辺においては、1890年12月27日に大阪鉄道の手で関西本線港町天王寺奈良館が開業し、その後の1896年4月18日には奈良鉄道の手で 現在の奈良線にあたる京都木津奈良間の路線が開業していた。一方で、関西鉄道は、東海道本線のルートから外れた旧東海道の宿場町を縫うような路線の建設を目指し、現在の草津線、関西本線、草津津名古屋間にあたる路線を1895年11月7日に開業させていたが、同社ではさらに奈良、大阪方面へ路線を延伸し、 国有鉄道東海道本線から乗客を移行させることを目論むようになった。同社では、とりあえず次から精神して大阪へ向かう路線を建設することを目指し、それと同時に、鴨から分岐、南進して大阪鉄道奈良駅へ乗り入れることを目指すことにした。大阪方面の延伸に関しては、 1897年に現在の片町線にあたる片町京橋、市場縄手間を開業させていたにわ鉄道を合併し、同社の保有していた路線と接続させる形で、阿島市場縄手放送のから新木下も間の路線を1898年に開業させ、名阪間の直通列車を走らせるようになった。しかしながら、奈良方面の延伸については、 1890年に開業した大阪鉄道がすでに駅を設置しており、さらに1896年には京都奈良間を結ぶ奈良鉄道が乗り入れており、運行上作装した状態となりつつあった。このような事情から関西鉄道による奈良駅への乗り入れにあたっては新たに地上施設の拡張を要し、しかも関係三者それぞれが観光庁への初任化手続きを申請して、 認可を得る必要があり、交渉は長引くこととなった。このため、鴨から奈良へ向けて路線建設を進めてきた関西鉄道は、暫定的に仮のターミナル駅として大仏駅を建設することとした。その後、1899年5月21日に三者協定が成立して、関西鉄道の奈良駅乗り入れが実現し、さらに1900年に、 大阪鉄道を合併して、港町なら名古屋間のルートを本線にすると、同社では大仏駅に代わって、奈良駅の方に集客、輸送の重点を置くようになり、大仏駅の乗客は急激に減少することになった。そして1905年に奈良鉄道を関西鉄道が合併すると、1907年に旧奈良鉄道線と並行しており、 25パーミルの急勾配を有していて、運転の障害にもなっていた鴨大仏奈良間の路線を廃止し、鴨木津間に新線を建設して、キズ奈良間を本線に組み込むことにした。これに伴い、本線の距離は 3.2km 伸びたものの、勾配の解消で所要時間を変更せずに運行、可能となり、大仏線は廃止された。同時に、新木津鴨間も廃止され、キズへ、 関西本線、片町線、奈良線の各線が集まるような現在の形が形成されている。かじが水道大仏線廃止以降、木津町内区間は町、道下梅谷加瀬山線として里山内の生活道路として利用されていた。UR 都市機構の実施する関西文化学術研究都市の木津生活地区のクラスターの一つである木津中央地区の開発により、町、 道下梅田に河西山線の拡幅が計画されていた。これにより、赤橋、梶地が安い道の二つの近代土木遺産の取り壊しの危機にあった。これを保存するため、河西山の大仏鉄道遺産に親しむ会が発足し、2008年1月19日に、木津川市と都市再生機構西日本支社に現状保存の申し入れが行われた。これにより、 おさらぎ鉄道記念公園に隣接して、二つの大仏鉄道の史跡が保存されることとなった。ありがとうございます。